レゾリューション級原子力潜水艦は、イギリス海軍の弾道ミサイル潜水艦。イギリス海軍が保有した初の潜水艦発射弾道ミサイル搭載原子力潜水艦であり、1966年から配備が開始され、1969年までに4隻が収益した。5隻の建造が計画されたが、完成したのは4隻のみであった。5隻目は、 ラミリーズとなる予定であった。従来戦艦に使用されていた艦名が命名されたのは原子力潜水艦が当時主力艦の位置を戦艦に変わって締めつつあることの証明であった。1960年代初頭までのイギリス軍の核戦力はイギリス空軍の爆撃機が担っていた。イギリスはこれの戦力向上策としてアメリカ合衆国より スカイボルト空中発射弾道ミサイルの導入を決定していた。しかし、スカイボルトは1962年に開発中止となり、イギリス軍は有力な各攻撃手段を失う恐れが生じた。このため、アメリカ合衆国はイギリスに対し、1962年12月22日に取り交わされた撥送協定に基づいて、ポラリス潜水艦発射弾道ミサイルを供与する。 こととし、それを搭載するレゾリューション級が建造されることとなった。バローインファーネスのビッカース・アームストロング社は、レゾリューションとレパルスを建造した。バーケンヘッドのキャメル・レアード社は、レナウンとリベンジの建造を担当している。その建造方法は、選手部分と戦備部分が別々に構築され、その後アメリカ製のミサイルコンパートメントと、 接合されるという得意な方法であった。レゾリューション級原子力潜水艦のカッタウェイモデル。本級の設計はバリアント級原子力潜水艦を改良したものであったが、フィンと原子炉の間にミサイルコンパートメントを組み込むため、船体が延長された。船体長は130メートル、幅10.1メートル、高さは9メートルとなり、 排水量は7600トンから8400トンとなった。ロールスロイス製の原子炉とイングリッシュエレクトリック製タービンは25ノットの速度と275メートルの先行振動を実現した。武装はポラリス弾道ミサイル16機を2発ずつのペアで8組装備し、21インチ魚雷発射管6門を完全砲に装備した。 一番艦のレゾリューションは1964年2月に寄港し、1966年9月に浸水、1967年に収益した。収益後はポラリスミサイルの運用試験などで長期間の大やけみが行われた。ポラリスの発射実験は1968年2月15日の11時15分にケープケネリ沖のアメリカ空軍東部試験場で行われた。 本級は第10潜水艦隊に所属し、全艦がスコットランドのファスレーン海軍基地を母港とした。ポラリスミサイルの陳腐化などの理由から、トライデントミサイルを搭載できる、ヴァンガード級原子力潜水艦に後を譲り、1995年までに全艦が退役した。退役の際に原子炉は撤去され、全艦はロシス造船所で保管された。ありがとうございます。